Oh,
したんですけれども、まあ、今年は女性陣が多いから平均年齢思いっきり下がったんじゃないかなと思います。はい、でその分お年いった先生方が、まあ、年を上げてしまったというところはありますが、まあ、今日も頑張ってやっていただけるんじゃないかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めにですね、実行委員長永井さんの方から、はい、ご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。今日から3日間、楽しく元気に盆踊り大会を行っていきたいと思います。ヒデ様のお祭りもこの盆踊り大会をはじめとして、17日まで、盛大に行われます。その他たくさんの行事もありますので、ふるってご参加いただければ幸いかと思っております。今日は太鼓の先生、それから踊りの先生、落合先生、鈴木先生はじめ、またヒデ様の神職さんのご協力、皆様のご指導いただきながら、楽しい盆踊り大会を行っていきたいと思っております。今日は皆様どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。どうも。それではいつもですと7時から始める、それまでの間というのは、まあ、あの櫓の上ではなく下で皆さん踊っていただけるということで、今日もですね雨がなんと止んでくるでしょう。それで私の独断と偏見なんですけど、さっきちょうど私にご挨拶に来てくださったんですが、今日ですねこの比叡神社のこの6月13日をもって入籍したお二人がいるんです。一番最初にちょうど櫓の上上がってみてください。こうなると比叡神社は縁結びの神っていうのになるんじゃないですか。どうぞ上がってください。東京音頭担当節、大東京が2回ずつかかる予定になっております。
けると